背中の止めてくれる練習で軸足が全く動いてませんでした、何か意味はありますか。ワンタッチ目で止めて、その時にいい場所にボールを置いてて軸足を動かしてないから2タッチ目すぐ出るっていうことじゃないですか。だから本当技術的なスピードがすごい高いっていうことだと思いますね。